おはようございます。速稼塾の久保です。いや、昨日一昨日とね、かなり YouTube の方が動画をね、私の方に送ってくださいました。ちょっと多すぎるなぁと思いましたけども、全然返事はできますんでね、皆さん、この後リンクをたどって YouTube の方をご覧いただければと思います。結構ね、いいテーマが揃ってますよ。一部紹介しましょうか。 YouTube は今 Vibe2 っていう風にね、なっています。介護を語り合うっていうのがね、西アクラさんの山根さんから来てますので、私もそこに対して動画返信をさせていただきました。私のね、目指している私の家族の介護だから、業界の介護じゃないですよ。私の個人的なやってみたい介護、これがね、理想の介護だなってものがありますので、ちょっとご覧いただければと思います。そしてですね、人気の投資家 YouTuber のヨシックスさんがね、私のことを取り上げて動画化していただきました。本当にありがとうございます。そちらの方の返信動画も作っております。またですね、エビナのね、N 国党がね、エビナから出るみたいなこと言ってましたけども、ドバイエビナ化計画、逆エビナドバイ化計画っていうのがあります。これに対して、エビナのね、阿部理恵さんが動画作ってくださいました。すごく楽しい動画になってます。またミスターマイアミさんはね、3発の動画作ってくださいましたんで、そこを3つ返信させていただきました。本当にね、今回ありがとうございました。そしてですね、前回バクちゃんさんからも動画来てたんで、これはね、皆さんの全体のライブの方でお話しようかと思ったんですけども、私はね、投資の一丁目一番地が FX だと思っております。 FX を攻略したら、他の投資案件とかリスクの高い案件行けばいいんじゃないかなと思っておりますね。でも、いや、そうとも限らないんじゃないですかっていうふうなこともありました。確かにそうなんですよ。FX じゃない、 FX がダメだったから別のから始めるっていうのももちろんいいと思います。で、私がお話してるのは、私は投資でうまくいってるんですよ。で、私の投資でうまくいった順番をお話してるんですね。で、投資でうまくいった人はそれぞれみんな何から始めたかが違うと思うんですよ。ですんで、どの順番でいくかは、結局まだ投資でうまくいってない人が投資でうまくいった人のどのルートを通るかってことになってきますよね。で、ここでね、ちょっとね、よく考えてみていただきたいんですけども、投資でうまくいった人の助言と、まだ投資でうまくいってない人の考えと、どちらを優先したらより成功に近いかってことなんですよ。ね。で、私がいつも言うのが、まずは、労働として、エンプロイヤーとしてお金を作っていく。そして、スモールビジネスにトライしていって、ビッグビジネスに行って、最後に余剰資金を持ってインベスターですよって、この道は、金持ち父さん、貧乏父さんの一冊の本を要約した、私のね、考えになっております。っていうかね、まあ、金持ち父さんの本、私、未だに読んだことないんですけどもね、何が要約したんだって話ですけども。で、これは私がうまくいったからこのルートをお勧めしてるんですけども、まあうまくいってない人、もしくはこれからやろうとしてる人がどの考えでいくかっていうところまでは、こうしろって決められないですから、私にまあね、僭越ながらアドバイスを求めてくださるんでしたら、この順番でお話するのは変わらないかなと思います。で、付け加えてですね、例のやつをお話ししたのも、本当はね、FX からやっていただきたかったんですけども、まあでも、そうは言ってもね、FX めんどくさくて、お金もいつもかるかわかんない。だから、まあ、例のやつっていうのをやって、あれでお金が生まれてるうちに、時間を浪費してない、本当に楽をさせてるうちに、FX なり、他の投資なりを覚えていったらどうかなっていうことをお話したんですけども、この順番を、まあ、なかなかね、守れないもんですよ、人ってのは。例のやつでお金が増えると、いや、もういいや、やった、万歳、例のやつを中心に、お金計画を組んじゃうんですよね。いや、でもですよ、例のやつがね、10年とか20年とか50年続くことを想定してやっちゃダメですよ。投資ってのは、まあ、いつか破綻します。で、例のやつは投資じゃないですからね。これ繰り返し言いますけども、例のやつと利回りとかね、投資とかね、年利何パーセントとかで表現は全然ダメです、こんなの。だからそうじゃないよって言ってるんですけども、この例のやつで年利何パーセントって表現する人がいるんで、金融商品とか投資だとか思われちゃうので困るんですけどもね。あれは事業参加ですから。一つの会社の事業に共感して、そこに自分なりにできること、ね、紹介をやるのか、それとも資金をどんどん供与していくのかということなんですよ。別にね、黄金の財布じゃないですからね。事業参加でございますんで、なかなかね、これを言ってもね、分かっていただけないんですけどね。まあそんな感じでございます。投資でうまくいく人、うまくいってない人、どちらを取るのかということでございますけどもね。はい、それではね、読者様からの投稿が来ております。これは何だろうな。あ、育児に関して来てます。育児休暇を取りました。そして、お父さんがね、育児休暇で育児をやってました。一週間ぐらいして、いや、ほんと育児大変だ、もう。仕事の方が楽だ、っていうかね、ヘトヘトになってます。というふうなことに対して、いやいや、
育児休暇を取れる会社なんてのは仕事自体がむちゃくちゃ楽なんだから、それは育児の方が大変だよと、ブラック企業やってみろ、育児の方が楽だっていう風に感じるから、みたいなねツッコミが入っております。なるほどなと思いましたね。まあこれにね、特にアンサー動画するわけではないんですけども、私のねところに来た相談事で、私はね登校拒否が幼い頃からひどかったんですと、今でも会社に馴染めませんっていう風なねことを相談してくださる方がいます。でこの方がね経歴をバーッと書いてくださってるんですけども、その中にすごくねこれはどういうことかなっていうのがあるんですよ。例えばねひどい登校拒否だっていうんですよ。もう相当な登校拒否、これはね本当に辛いですよね。お悩みだと思います。ひどい登校拒否、それは私は幼稚園の頃から始まりました。小学校でも登校拒否、ほとんど学校に行ってません。中学でもこの悩みは消えませんでした。そして高校時代、やっぱり登校拒否でなかなか学校に行くことができませんでした。大学に行ってもそれは続きました。大学でも卒業式の日まで登校拒否が続いて学校に行ったり行かなかったりだったそうですよ。ちょっと待てよと私は思うんですけども、なんで登校拒否なのに受験して高校大学まで行ってるんだと、しかも大学卒業してる、どういう登校拒否だっていうのはね、この人の相談事を真面目に聞いた方がいいのかな、どうなのかなと思いましたけど、皆さんいかがでしょうか。それではですね、本日の放送は以上です。